ヨハネ23世は、ローマ教皇、カトリック教会の司祭。本名は、アンジェロ・ジュゼッペ・ロンカリ。第2場地観光会議の実施を支持して、世界を驚かせ、実際に開会までこぎつけたが、会期途中でよう去った。エキュメニズムの精神に従って、他教会や他宗教との対話に積極的であった。カトリック教会の聖人である、ヨハネス23世とも表記される。 15世紀の対立教皇である、ヨハネス23世は、同名の別人である。ヨハネ23世の紋章を腐敗していない、ヨハネ23世の遺体、アンジェロ・ロンカディは1881年に、イタリアのベルガモ郊外のソット、イルモンテで、オザク・ミノリの家に生まれた。これは、貴族の家系に生まれた前任者のピウス12世とは、対照的であった。 1905年に司祭に除外されたロンカッリは、1915年に従軍司祭、衛生兵として第一次世界大戦に従軍した。1925年のブルガリアの強行施設任命を皮切りに、トルコギリシャとヒローマカトリック国での職務を歴任し、1944年にはパリに派遣された。フランスでは民衆の親独政権協力司祭への追求という、 難しい状況にあって、誠意を持って対処した。1953年に、数奇教に任命されるとロンカリは、ベネツィアの総大司教となった。1958年、教皇ピュース12世の死去に伴って行われた、コンクラーベにおいて、有力な候補者と思われていなかった76歳の、ロンカリが教皇に選ばれると世界が驚愕した。 76歳での選出は、選出時から過去200年の中では最高齢であり、論家自身も驚いたという。彼は、ヨハネ23世を名乗った。ヨハネ23世は、選出時すでに高齢であったため、短期間のつなぎの強行に過ぎないと見る向きもあり、実際にも、彼の在位期間は5年に満たない。 短いものであったが、彼はその飾らない態度と親しみやすさ、ユーモアのセンスによってすぐに世界を魅了した。これも厳格な表情を崩さなかったピウス12世とは対照的であった。彼は教皇としてエキュメニズムへの情熱を示した。1500年代以来、初めて英国教会大主教をバチカンに迎え、正教会へも公式メッセージを送った。また、 東西冷戦の解決を模索し、キューバ危機においても米蘇双方の仲介に尽力した。さらに彼は長きにわたって、カトリック教会の近代化を意図し、誰もが要期しなかった、公会議の開催を支持した。彼は準備委員会を発足させ、ついに1962年10月、第2バチカン公会議の開催にこぎつけたが、 この時彼はすでに胃がんに侵されており、1963年6月3日午後7時49分、会議の終了を待たずによう去った。2000年9月3日、遺体が防腐処理なしに腐敗を免れていたのが奇跡と認定され、教皇ヨハネ・パウロ2世によって劣服された。2013年7月5日、バチカンはヨハネ・パウロ2世と共にヨハネ23世を劣勢することを発表。 ヨハネ23世は、奇跡の認定を特別に免除され、翌2014年4月27日に、教皇フランシスコによって、劣勢式が取り行われた。彼の日記によれば、ヨハネ23世は、キリストや聖母、マリアの原修を受けていた。ヨハネパウロ2世、聖人にイコールヨハネ23世もバチカン。発表時時通信2013年7月6日。 閲覧ヨハネ23世とヨハネパウロ2世、聖人に、バチカンで、劣勢式ヨハネ23世魂の日記、ドンボスコシャウィキメディアコモンズには、ヨハネ23世に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。